路上で待つトラックドライバーに話を聞いてみると。
相談電話がひっきりなしにかかってきます。
飲食店ではどういったお仕事をされてますか？コロナウイルスの治療は、はい、保証出てない、はい、相談を受ける場合は、相談のほとんどが突然の解雇や契約解除、手当の不払いだといいます。この日、原田さんは同僚とともにアルバイト従業員の保証を求め、ある飲食店の本部。飲食店の、で働いている方々で、まあ、正社員には給料手当が出るけど、アルバイトに出さない、まあ、そういった件で、まあ、法的根拠ないし、アルバイトにもちゃんと出してくださいと申請しに行きました。その飲食店で5年以上アルバイトとして働いている人は、普段からレギュラークルーということで、社員と同じ。借財により交渉ができず、申し入れ書をポストに入れ、反応を待つことにしました。現場の従業員たちはね、休業してお金払われてないのに、ちょっともうちょっと考えてほしいですよね。雇用調整助成金をちゃんと申請すれば出せないことないので。雇用の不安は製造業でも。マスクの生産で注目を集めているシャープ。ラインを増産してニーズに応えようとしています。しかし、その足元は。デモを行っているのは、減産などの影響で勤務時間を減り、生活が困窮している非正規の労働者です。マスクの生産で雇用が生まれることから、優先的に仕事を回すようにシャープが要請しました。このデモに参加したラケルさんは、今は私たちが少しの仕事が生み出して、なんでできないかな、なんでダメかな。今、雇用をめぐる5月危機が危惧されています。全国では5月末に派遣契約の期限を迎える労働者がおよそ10万人いて、もし雇い止めされることになれば、大規模な雇用が失われることになります。非正規労働者を支援する組合は、最初の山場だっていうふうに業界団体は分析もしていますし、5月末っていうところで大幅なコロナ危機が引き上げるだろうなっていう、2008年のリーマンショック、これを超えるですね、大きく超える。こうした現状を受け、この組合では雇い止めになる労働者などに炊き出しなどを提供する派遣村の開催を決定。しかし市からは、新型コロナウイルス感染対策のため開催自粛の要請を繰り返し受けています。今の労働者の現状について考えていただいていないなと、まあ、悲しい気持ちですね。これを守るというのが命を守ることにつながっています。では続いてマーケット情報です。番組の冒頭でもお伝えしましたように、アメリカの1月から3月期の実質 GDP 国内総生産は年率換算で前の期と比べ 4.8% のマイナスとなりました。およそ11年ぶりの低水準となった今回の結果について、
アメリカの司法関係者からは、本格的に経済が悪化し始めた3月の後半の経済データをどこまで正しく反映できているかは不透明で、今後の下方修正もあり得ると警戒する見方も出ています。一方、アメリカの議会予算局は、アメリカ経済が4月から6月期にマイナス 39.6% と一段と減速した後、7月から9月期にはプラス 23.5% と急速に持ち直すと予測しています。では現在のニューヨーク株式相場の値をご覧ください。この指数すごく大幅に上昇していますね。一番上ダウは400ドル以上の上昇ということになっています。GDP はマイナスとなったものの、アメリカの医薬品メーカー、ギリアド・サイエンシブが新型コロナウイルス感染症の治療薬効果であるレムデシビルの臨床試験において良好な結果が得られたと発表したことが公開されているものです。では続いて為替をご覧ください。上ですね、ドル円相場は現在106円の60銭台で推移しています。続いて商品指標です。真ん中ご覧ください。WTI ニューヨーク原油は現在1バレル15ドル50セント台で取引されています。さて、ここからはですね、久しぶりですね、シェルドンさんにお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。アメリカの1月から3月期の GDP ですけれども、およそ11年ぶりという低水準になりましたよね。シェルドンさん、どう分析されていますか？そうですね、予想より若干悪かったんですけれども、今の問題は、今回の数字および修正よりも、さっきの、ね、予測のように跳ね返るかどうかということですね。すなわち、4、6月期は結構悪いとみんな分かってますけど、跳ね返るかっていう問題ですね。で、まあ、バッドニュースもありますし、グッドニュースもあります。バッドニュースはまずですね、最近設備投資に関する、指標、および調査ありますけれども、どうもね、V 型よりもやっぱり U、G 型が高くなったんじゃないかという状態ですね。 V 型回復よりも回復が鈍いということですね。 U 型になりそうだと。ですね、でもう一つに気になるのはですね、早すぎる外出制限の解除ですね。いくつかの州は早くやりましょうよということ言ってまして、はい、である州がね、早くやめようよって言った段階に人がコロナウイルスに引っかかっちゃったっていうこともありますけれども、早すぎるとまた広がっちゃうだけじゃないかっていう心配があるんですね。一方、グッドニュースですけれども、政府はもうすでに2.7兆円の、ごめんなさい、インターナショナルドルですね、ドルですね、もうすでに出してます。で、さらに出すということがありますので、ある程度、跳ね返るということは、まあ、予想してもおかしくないですね。はい、実は日本についてもお伺いしたいんですけれども、今、海外の投資家の皆さんでは、日本について、どのようなことに関心があるんでしょうか？主に日銀に関する話ですね。日本がこれから大量に国債発行しますから、金利が上がっちゃうんじゃないかという心配ありますけれども、日銀全部買っちゃうからいいでしょうというのが答えですけれども、需要が回復して供給が追いつかなければ、インフレになってその時に金利が上がるかという、こういう心配があるんですね。そのあたりよく質問されるということですか？そうです。よく質問されますね。はい、ありがとうございます。またフィルドマンさんには後ほどお話を伺います。これまでに入っている新型コロナ関連のニュースをまとめてお伝えします。日本国内の感染者数は224人増え 14,088 人となりました。退院した人の数は187人増え 3,359 人となっています。死者の数がベトナム戦争を上回りました。新型コロナウイルスによるアメリカでの死者は5万8300人を超え、ベトナム戦争でもアメリカ人の死者数を上回りました。ジョンズ・ホプキンズ大学の調べによるもので、感染者の数は100万人を超えて世界最多となりましたが、トランプ大統領は世界のどの国よりも検査をしているからだとツイッターで主張しました。中国では隔離措置を一部緩和します。北京市が市外から入ってくる人に課している収容者間の自宅待機などの隔離措置を明日にも緩和する可能性があることが分かりました。国内の感染リスクが低い地域からの移動者から
るものです。フランス政府は28日、外出禁止令が解除される5月11日以降、小売店の営業再開を認めると発表しました。一方、カフェやレストランなど飲食店は少なくとも6月まで休業とし、プロサッカーなどは今シーズンの開催を認めないということです。その他のニュースは番組の後半でまたお伝えします。学校の休校長期化で浮上した9月入学、安倍総理も前向きか。全国の飲食店試食メニューを導入してテイクアウトのお客様を増やしましょう。メニューは注文と同時にアプリで決済できるので、お店で待たずに受け取れるとお客様にも人気です。メニューは食事定義、サービス用料、カードで使用、タブレットレンタル費も全て無料で。無料はやらねば損ですね。全国の飲食店の皆様を応援します。例えば素材の力で機能性エアを環境に優しい植物由来に変える、東レの植物由来ポリエステル。素材には社会を変える力がある。人生100年時代だってよ。来年も何したい？やりたいことがあるな。俺も時間はいっぱいあるじゃん。定年後40年あ、足りるかな。お金何から足りる？資産作り。100年時代をサポートするアパートマンション経営は市の権利。よし、これだ。入学について検討する考えを示しました。安倍総理大臣は衆議院予算委員会で新型コロナウイルスの感染拡大に伴い導入が議論されている学校の9月入学に関して、これくらい大きな変化がある中ではさまざまな選択肢を検討したいと述べました。また現金10万円の一律給付などを盛り込んだ補正予算案は明日開かれる参議院本会議で成立する見通しです。厚生労働省は新型コロナウイルス感染症の軽症者や無症状の感染者が宿泊施設や自宅で療養する際、注意すべき緊急性の高い症状を公表しました。具体的には唇が紫色になっているや腕の痛みがある、肌で息をしているなど13の症状を挙げています。厚労省は一つでも当てはまれば自治体の相談窓口か宿泊施設の看護師らにすぐに連絡するよう呼びかけています。夏までの楽しみ方が増えました。お家で手軽に野菜が収穫できます。家庭で種まき、しかも美味しい野菜の種ランキングです。平等に暮らせる社会へ。サステナブルなビジネスこそが社会を変えていける。
セールスフォース世界同時発売の当日ゴールは店頭にいた。まだ長い店舗にプレイする一品でいい。それなのに検品まで済ませて全国250の店舗に届けているとはこいつだ。ああ物流のこれからを変える佐川の X フロンティア24時間対応最先端のロボット全国各地へダイレクト配送。ここには最新の物流イノベーションが届く X by 佐川急便。その時ビッグボスベリーは怯えているようにも見えました。いや、何度も何度も頭の中で確かめていたのです。人類が初めて試みる飛び方を、自分を信じて。今や当たり前となった対面飛びが生まれた時のことです。イノベーションには勇気が必要です。 DNP 大日本インフウェーデスポーツゴールデンウィークの楽しみ方が増えるかもしれません。今日の白熱ランキングは自宅で育てて味わう夏の野菜です。天気が良くても外出は控えたい今日この頃、家の中でも毎日楽しく過ごすならば花や野菜を育ててみてはどうでしょうか。春は様々な野菜を種まきに適した園芸のスタートにぴったりの季節。家庭園芸はお家でお子様からお年寄りまで手軽に始められて楽しみながらコミュニケーションができる趣味として今注目されています。家庭で野菜を栽培し味わいたい。そこで今が巻き時、坂田の種が進める野菜の種ランキングです。ベトナム風サンドイッチバインミー、パクチーを挟み込むだけで本格的。こちらキウイに入ったおなじみのバジル、ハーブで人気ナンバーワンです。フードプロセッサーにバジルとオリーブオイル、松の実、ニンニクなどを入れ混ぜ合わせます。すると料理のレパートリーが増えるバジルソースが完成。パスタに和えるだけで本格的イタリアンが楽しめます。ハーブの香りが食欲をそそります。自分で育てた野菜だと格別です。ランキングに戻る前にちょっと疑問が。家庭で野菜を種から作るのは難しいのでは。苗を買うのではなくて種まきから園芸を始めたい、そんな方に聞きたいのはこちらのシードファン初めてさんの簡単種まきキットです。キットの中には栽培トレーと乾燥した土が6つ入っています。土をトレーにセットしてぬるま湯をかけると、ホタルさんがこれまでに通ったお店のテイクアウトの情報です。他にも自宅で楽しめるグルメをブログで紹介するなど外出自粛や営業自粛が続く中、飲食店を支援する活動を行っています。きっかけは何だったのでしょうか。一日でも本当に一日でも長くこの店を維持するんだと、ああいった姿を見て、もうここはやっぱり行けたって見られなくなってきて、何が一番できるかなっていうことを考えて、はい、今やらせていただきます。ではお店の紹介だけでなく、受け取り可能な時間の表記やアレルギーがある食材への対応など、お店側のお客さんに対する配慮も伝えています。店の倉庫取り、外でお渡したりとか、あと受け取り人はすごく細かくしていて、受け取りした同士に来た人同士が重ならないようにしてたりするので、基本はステイホームで安全にテイクアウトを楽しむということでどんどん推奨したいと思います。著名人による食の支援は何も
さん、はい、渡部さんからメッセージを預けているんです。何だろう、はい。どうさん、はい。何のお話でしょうか。僕は勝手なんですけど、僕も料理を運転しなそうなので、はい、リモート飲み会って全然付き合いますので、ね、言ってください。安心しましょう。いいですね、リモート飲み会で阪神六甲おろしかけながらね、ぜひと思いますけども、私は意外と料理が好きでございます。はい、これ届くんだろうか、この声は。はい、辻さん、どうですか。はい、私その仕事を通して飲食店の会社の状況を聞くことが結構多いんですけど、そういった声は影響力のある人が届けてくださるのはすごく意味があるなと思いました。はい、渡部さんの飲食店業界への愛もすごく感じますよね。そうですね。本田圭佑選手生出演。子供たちに今伝えたいこととは。小さなことこそが全てを決める。考えをそう変えるとき、あなたに何が起きるだろう。 PC、 何が起きるだろう。無数の小さなもの、力を持ってどうなるか想像してほしい。無数の本気が未来を開く。地球は待ってくれない。